ドライバーショットの時にこんなとこ出してませんか？ショットの時に左サイドが起き上がってませんか？スイングで一番大事なことは前傾を維持するということをご存知ですか？はい、皆さんこんにちは。今回はスイング中にここをダフってしまう、体が起き上がってしまう、左サイドが起き上がって伸びてしまう、このことについてお話ししていきたいと思います。それで左サイドが起き上がるというのは左の腰、左の膝が起き上がる、伸び上がるからですよっていう話をされるプロもたくさんあります。もちろんそれは正しいです。ではそうではなくて、今回は皆さんが打ちやすいように打ってるから体が起き上がるっていう話をしていきたいと思います。はい、では振りやすいように振ってしまうからこの辺をダフってしまう、体が起き上がる、左サイドが伸びるっていうことになるっていうのはどういうことかって言いますと、男性も女性も子供の頃に野球とかソフトボールの経験ある方おられると思うんですね。でこのように長い棒、バットを振るような感覚でゴルフをやってしまう、スイングをしてしまうと、やはりこのように手首が伸びてくるんですね。伸びてくるとダフらないようにするためには詰まるので起き上がる、この感覚が起き上がりを生んでる、左サイドの伸びを生んでるということなんですね。つまりこの手首の感覚を変えていかないと、いくら左サイドが伸びないように膝を後ろに、お尻を水平に回すっていう練習をしててもこことリンクがしないので治らない。なので手首の角度をこのように使うのではないっていう練習をすることによって体の起き上がりを防ぎましょうということなんですね。でそこで、でここにグランドポッケのスティックがあるんですけども、これはゴルフクラブによく似てますよね。ここにグリップがあって、その延長上に実は芯はない、芯はちょっと外れてる。つまりこのグランドポッケ、このポッケで面がスティックがボールを向いていく、そのような手首の動きを分かる、理解するような動きの手首の練習をすることによって手首が伸びるんではなくて、この角度を維持したまま回転していく。そうすると左の腰、左の膝も水平に回っていく、で伸び上がりもなくなるし、この辺をダフることはないということにつながるということになります。それで今日はこの手首を固めて練習する、そのことによって体の起き上がりと左サイドの伸びを直すということをお話ししていきたいと思います。はい、ではせっかくなんでグランドホッケーのスティックでお話ししていきたいと思います。で先ほど言いましたように、振りやすいように打ちやすいように打つというのは、ここのボールに対してこのようにクラブヘッドを持ってきて返す、こういう手のこねるっていうんですかね、返す動きがあってボールを打ってる方っていうのはここでダフったりする。そうではなくてこのようにフェースがボールを向いたまま、この角度を保ったままボールに向かっていってほしい。左腰を水平に、左膝をこのように後ろに引いていく、このような手首の動き、手首の固定、このような癖をつけてもらうことで左サイドの伸びであるとか体の起き上がりっていうのは減ってくる。でゴルフのスイングの中で一番大事なことっていうのは、実は前傾を保つことなんですね。前傾を保っているとボールと目の距離が変わらないし、いきなりここで手が出てきて打つっていうことがなければ、かなりの確率でこのボールの位置をクラブヘッドが通っていく。だからスイングで前傾を崩さないように練習するっていうのが一番大切だっていうことも頭に入れて練習してください。でその中で手首が動くことが、この角度が変わりやすいということが前傾を起こしている。なのでボールを打つときも、もちろんこれ手先じゃなくて胸がちゃんとこっちに向いてますし、お尻も腰も回るとき、体を回しながらこのように
腰を水平に回します。ここを固めてると腰の水平回転もしやすい、前傾も保ちやすいということになります。もう一度言うと、このように振るんではなくてこのように振っていく、そういうことを意識して練習してください。ではボールを打っていきたいと思います。はい、ではボールを打っていきたいと思います。で、ボールの打つ練習、もちろん素振りでもいいんですけども、意識することはこの手首の角度を変えない、で、脇を締めて体で回していく。で、時計の3時から9時までのハーフスイングでいいと思うんですね。で、その人その人のこの位置が分かる、この形が分かる、それで構わないと思います。それで左膝、左のお尻を水平に回しながら前傾角を変えないということが一番大切だというお話をしましたので、前傾角を変えないように打っている。打つ前にこの素振りでいいと思うんですね。この感じでいいと思います。左の手首、この角度を変えないように体、下半身、体幹を使ってテイクバックして振っている。じゃあ打ってみますね。練習されたら、この段階で手首がほどけるのはおかしいと。結構フェースがボールに向かったまま体で打つんだな、それがゴルフスイングだなっていうのは分かっていきます。ぜひやってみてください。はい、皆さんいかがでしたか。ゴルフスイングの中でやっぱり一番大事なのは前傾を維持したまま打っていくっていうことなんですね。なのでアマチュアの2大エラーって言われている1つの体の起き上がりで、もう一つは右肩が出る。で、この右肩が出る方が実は前傾を保っているので、ゴルフの再現性の高いスイングっていうのはできるんですね。それだけ右肩が出てても前傾さえ保ってたら当たると。だからスイングとしてはそれの方がいい。ところがこの場合は当たった時は飛ぶけども、ボールがどこに行くかわからない、でスコアにならないということになります。なのでこのエラーというのは、スコアのいい時は本当に、でも悪い時はもう本当に面白くないぐらいにボールがなくなってしまうということになります。なのでこの右肩が出てもいいと思うので、とにかくこの角度が分かるぐらい、このようにで、有名なプロでこのように刀で手作業をするような、こういうレッスンをされる方がいます。それはこの角度を変えないという意味が込められていると思うんですね。なのでまずはこういう動きではなくて、ゴルフってこう大げさに言うと外が引っかくような動き、こういうもんなんだっていうことを一度頭に入れてもらって練習されると、手首がほどけた左サイドの伸び上がりっていうのはしなくなると思います。なのでこの辺の意識を変えていくことでスイングを改善していく、伸び上がり、起き上がりを直していくということができますので、ぜひトライしてみてください。はい、では今回の動画が良ければグッドボタン、チャンネルご登録よろしくお願いします。それではエクセレントスイング目指してレッツゴー。